ニュースに一言のコーナーではあなたの感染対策はというテーマで視聴者の皆さんからメッセージを募集しています。まずはですね、白山市のケンジーさんからいただきました。人との間隔を取る、手洗い、うがいの励行ですといただきました。あとは VTR の中に目を守りましょうということもありましたのでね、はい、そういった意識も大事なようです。続いて白石のアリリンさん、買い物は平日で人手が少ない時間を選んでしています。マスクも二重にし、玄関には突然訪ねて来られた方がいても対応できるようにマスクの準備もしています、はい、外食も行っていないので早く収束してほしいですといただきました。続いて加賀市の方、いっちゃんさんからいただきました。消毒液を持ち歩いています。マスク、手洗い、人混みに出ない、外食しない、買い物は人の少ない時間に行くということをされているそうです、はい、そして石川県のさっきさん、まずは自分の免疫をつける、そのためによく寝る、しっかり食べる、はい、規則正しい生活、はい、粘膜にウイルスをつけない、目をこすらない、ね、これ先ほどお医者さんもおっしゃってましたね、はい、体作り、そうですね、コロナだけじゃなくてちょっと風邪ひいて発熱しただけでも、うん、大ごとになる可能性があるので、はい、やはり健康管理大事にしたいところですね、はいはい、そして加賀市のじゅんじゅんさんからいただきました。コロナ禍になってから会う人を限定している自分がいます。何かあった時に感染経路が分かりやすいこと、友達の感染対策に対しての信頼とか、そういったことを考える、嫌な世の中ですねといただきました。ニュースに一言、あなたの感染対策は、メッセージの投稿は HAB アプリからお願いします。